ティム・アレンはアメリカ合衆国の俳優、コメディアン、声優である。6人兄弟の3番目としてコロラド州デンバーに生まれる。不動産業者だった父親はアレンが11歳の時に交通事故で亡くなっている。それから2年後に母親は3人の子供を持つビジネスマンと再婚し、デトロイト郊外へと移り住んだ。西ミシガン大学でテレビ制作を学び、 後に、デトロイトの広告事務所で、クリエイティブディレクターの仕事を得る。1975年からは、スタンダップコメディアンとしての活動を始めたが、1978年に、ミシガン州の空港で、国会に所持容疑のため逮捕され、2年間を刑務所で過ごした。仮釈放後は、スタンダップコメディアンとしての活動を再開し、 1991年から1998年にかけては ABC のシットコムホームインプルーブメントで主演を張って国民的人気を獲得する。1994年その年で最高の興行成績を残すことになるファミリー映画サンタクロースで映画デビューを果たす。アレンはサンタクロースになってしまった男性をコミカルに演じピープルズチョイスアワードで コメディ映画主演団優勝を受賞した。1995年に第1作が公開されたディズニーピクサーのアニメーション映画トイ・ストーリーシリーズではバズ・ライトイヤーの声を担当しトム・ハンクスと共演している。2010年にはコメディ映画クレイジー・オン・ザ・アウト・サイドで映画監督デビューを実現させた。作家としても活動しており出版した本が ベストセラーになる快挙も達成している。1997年には飲酒運転容疑で逮捕されている。1984年にローラ・デーベルと結婚して1989年には娘が誕生したが、1999年に別居状態となり、2003年に正式に離婚した。2006年10月に、 女優のジェーンハジュックと再婚し、2009年3月に娘が誕生した。ありがとうございます。